今私はですね、江戸川区の球場、野球場におります。第48回全日本選手権大会、これはポニーベースボールといいまして、中学生の野球の大会、全国大会なんですね。私はそのポニーベースボールの、副会長をやっておりまして、今日は開会式でございました。7月の、28日ぐらいまでではですね、この全日本を決める。でここで言いたかったことはですね、男の子たちだけの野球だったんですが、なんと今年から女子チームができるということで、ポニールミナスっていうのかな、女子のチームができるということでですね、初めてなんだそうです。硬式野球で女子の13歳14歳までがチームを作って全日本大会に出るというのは、非常に輝かしいところの開会式に来れてですね、嬉しく思っております。当選してから初めてのイベントでした。ボールを投げさせられるんじゃないかと思ってヒヤヒヤしてましたけれども、無事に終わりました。ポニー東京ライオンズ、Thank you.